様、こんにちは。キースジャガーです。令和2年2020年1月5日日曜日12時37分。こんにちは。舞鶴若狭自動車道、敦賀方面行き 71.9 キロ、ポスト制限速度80キロです。2車線の区間は80キロ、1車線の区間は70キロ、そんな感じです。現在の地点で綾部パーキングを越えたところでちょっと前の動画一回切りました。前の動画は京都縦貫道を大山崎ジャンクションのスタート地点から綾部ジャンクションまで全部走り切るっていう動画ですね。 72.5 キロ、ポスト舞鶴道の動画を私いっぱい上げておるので、ちょっと今回は京都縦貫道、今まで亀岡とかでね、配達が亀岡の時とかに撮ったりしてたから亀岡で切ったりしてたんですが、綾部まで来れたんで、黒谷枕トンネル 2240m、今日は舞鶴若狭自動車道敦賀方面行き小浜まで行きます。小浜ね、福井県小浜市まで行きます。今までの配達、舞鶴東が一番舞鶴若狭道でご紹介した中では一番遠かったんですが、今回はさらに先です。でここまで来るまでって言ったらもう1時間半以上かかってるので、2時間以上かかってんのかだもんで、あれなんですよ、もう1本撮りでやると3時間ぐらいの動画になってしまうので、京都縦貫道は京都縦貫道で1回切らせていただきました。ちょっと綾部ジャンクションを紹介するということがございましたので、前の動画の方に京都縦貫道を紹介する方に、綾部ジャンクションの走り方というかご案内しております。現在は舞鶴若狭自動車道、舞鶴方面、敦賀方面行き、制限速度80キロです。黒谷枕トンネル 2240m だったかな、まもなく通り抜けというか出口です。黒谷枕トンネルを出てすぐ2車線がなくなりまして、この右車線がなくなり1車線になります。左側車線のみになります。それと同時に舞鶴西の出口、27号の舞鶴西の出口、まもなくです。ここから制限速度70キロになりました。制限速度70キロです。はい、1車線になりました。舞鶴西出口、舞鶴西出口は76キロポスト12時41分です。 76.1 キロ、 76.2 キロ、この先合流があります。舞鶴西インター入り口です。 76.5 キロ、ポスト12時41分。天気いいな。昨日私天気予報を見たときは降水確率 40% か 50% かそんなんやったんですよ。で最高気温6度かな。見事に晴れてくれたな。やっぱ普段の行いですわね、はばからずに言うけど。77キロポスト、普段の行いですわって言って
小浜着いた瞬間土砂降りやったりしてね、まあ、そういうこともございます。まあ、基本あの私はあの降水確率覆す男として一応うちの会社では晴れ男代表です。はい、まもなく 77.7 キロポストなので777はご紹介しないといけませんね。あ、ちなみに私パチンコはしません。はい、 77.7 キロポストです。舞鶴東9キロ、大井高浜22キロ、鶴が88キロ、とろめばっかりかーいみたいな、そんな感じです。制限速度70キロ、あちこちにあるんですけれども、すごく風強かったんですよ。杉の木はね、なかなか揺れないんですけれどもね、杉の木ばっかり植わってるんで、木を見ても風吹いてるんだとかよくわからなかったんですが、吹き流しはすごいあの真横向いてるぐらいの感じでしたからね。はい、79キロポスト。舞鶴若狭自動車道、2車線の区間がかなり続きます。なんで2車線で作らへんのかなって思いますけどね。お金が足らんかったんやろうか、なんやろ、土地は有り余ってるように見えるんですけどね。で、あれなんですよ、冬場にね、あのようあるんですわ、事故が。今日は雪積もってないんですが、もう雪も積もってればね、あのトンネルの中であのスリップしてなんかあの車両火災とかそんなんとかもあって、こんなところでトンネルで車両火災とかなるともう3時間も4時間も通行止めになりますからね。はい、80キロポスト、中国道横川ジャンクションから80キロポストです。12時45分が1キロぐらいしかございません。これ追い越したい方はもう本当にあのフルアクセルで来てください。私の車をあのゆっくり走ってるとはいえ70キロの道路70キロで走っておるので、制限速度守って走っておるので抜く必要ないと思うんですけれども、抜かないと気が済まない方はもうあのフルアクセルで来てもらわないと追い越し区間短いですよ。で、子供はあの車線なくなるよって矢印出てから無理やり突っ込んでくる車、ああいうの汚い、1台汚い、これ多分無理やり組んちゃうかな。あ、後ろ入ったか。もうこうやって狭まりかかってるところでも無理やり突っ込んできますからね。嫌いなんですよ、高速道路の追い越し区間。もう1車線やったらずっと1車線でええのになと思いますけどね。別に40キロ50キロで走ってるわけじゃないんで、区間でいいでしょう。別に81.9 キロポスト、 82 キロポスト、横向いてたかな、多分。下り坂 4% の下り坂きついですね。雪長トンネル 280m4% のきつい下り坂が2キロ続くというふうに標識にありました。 82.6 キロポスト、12時47分。
排気だけではちょっとスピード落ちないね、これ。75くらいで踏ん張ってますけどね。83キロポスト。あかんな、もう止められへんな。排気ブレーキプラストレーラーブレーキですね。まだ足で踏むブレーキは踏んでおりませんが、きついな。3.7 キロポスト、舞鶴東まで 2.5 キロ。はい、下り坂終わりました。制限速度70キロ、84.2 キロポスト。この下トンネル980m、 めちゃくちゃ映り込むね。またマルヒのスタンプ押さないかね。これ砂糖ののど飴、普通の黒砂糖だけでよかったのに、これに八角が入ってるから気持ち悪い感じです。気持ち悪い言いながら、文句言いながら舐めましょう。喉がいがらむわ。 85.7 キロポスト、12時50分。
この辺住んでる人ってどないして生活してんのかな。カーナビで見る感じも学校も何もお店らしいもんも病院も何も見当たらんねんけど、不思議やね。88.8 キロポストかな今の。あ、そうですね、888でしたね。89キロポスト、大井高浜11キロ、小浜に22キロ、鶴が77キロ、増目攻撃が続いております。本当にね、これ300メーターとかいうので、この追い越し区間なくなるんであれば、中途半端にこの追い越し区間作るのやめてほしいですけどね。まだアホみたいなのが一人は、これまた来てるわね。マイズルパーキングが 89.6 キロポスト、12時53分。中途半端なね、追い越し区間作られたら危ないだけなんですわ。抜く方はね、好きなように行けるからいいんやけど、抜かれる方が危ないからね。90キロポスト、譲られる方も油断されたら危ないですよ。無茶な追い越ししてくるんでね、気をつけください。三宅トンネル 1100m だから、ダンメーターがちょっとみんな忘れました。1100やと思います。三宅トンネなんですが、せめて10度ぐらい欲しいですよね。10度切ってくるとちょっと防寒のジャンパー着ると寒いかな。風がなかったらいいんですけどね。雨降ってても風なかったらいいけど、風が強いんですよ今日は。はい、福井県に入りました。92キロポスト、高浜町です。原発があるところかな、高浜町。あったり自衛隊があったりするかな。多分下り坂 3% ぐらいの坂か。まあまあきついですね。見えてますね、綺麗ね。ちょっとカメラでもちょっとだけ見えてますね。若狭湾です、あれが。関谷トンネル 740m。
半ごろ出発したから2時間半、3時間弱かかってるか、3時間到着まで降りると3時間か、きついな。大阪から小浜3時間はちょっと時間かかってるか。まあでも制限速度守って走っても3時間で来るっていうことですよ、大阪からね。はい、94.8kmです。高浜トンネル 温度上昇のため撮影を中止しますみたいなあれがならないのはクーラーの風を当てておるためだと思います。寒い寒い言いながらクーラーしておるんですよ。今日乗ってる車は足元暖房で、あの顔の方にはクーラーを出せるみたいな、そういうちょっとあの器用なことができるエアコンがついてるので、頭冷やすためのクーラーと足元温めるための暖房、不感測熱ですよね。暖房しかなかったらね、あの寒いからって暖房つけてたら眠たくなって居眠り運転になってしまうんでね。かといって眠くなってきたからって必死でクーラーかけたら今度トイレが近くなるというかね、難しいところです。まあ眠気もトイレもどちらも我慢されずに行ってくださいということです。 97.4kmまで来ました。13時ちょうど。若狭湾綺麗な、あのカメラでは見えてません。左もう真横に見えております。大井トンネル 76km。98.7kmポスト。大井高浜の出口出られますと国道27号にいきなり出れたかな、出れたと思います多分。それか県道1号やったかな、なんか走らないかんかったような気もするな。灘省とか書いてるな。帰りはね、あの国道走って灘省抜けて帰ろうと思ってます。帰り道これの逆バージョンで舞鶴の走る中でもあるんですけれども、ちょっと今日は久しぶりなんで、下道がどういう風になってんのか、ちゃんと通れんのか通れないか確認のためにというか、思い出す意味も込めてしばらく下走りたいと思います。 99.8kmポスト、大井高浜出口キロポストかな、 99.9。 この先、はい、100キロの地点、横尾ジャンクションから100キロ、大井高浜入り口です。13時02分。
ジャンクション過ぎて綾部パーキングを越えたところから取り直してやってて、それでも25分かだいぶかかってるね。はい、またあのおひらん追い越しゾーンがあります。後ろにいるのがトラックなんでね、もう無理やり抜きに来てないですね。後ろのやつは大型トラックとかでもね、もう無理やりこじ開けてでも行ったりみたいなのがおるんですけどね。小浜西まで11キロ、小浜まで22キロ、敦賀まで66キロです。全部ゾロ目で揃えてきましたね。企んでるな。あれ12キロの地点とか中途半端なところやったら全部中途半端になるんやろうけど、面白いですよ。そんなにゾロ目で言いたかったかみたいな。交通省か道路交団かネクスコ西日本か知らんけど、北総 M 花王が目に浮かぶようなみたいな感じですね。あ、石山トンネル何メーターやろね。ちょっとあの距離見るの忘れました。さすがに東大視力があれでも見えへんか。書いてある、あ、300m ぐらいだと。非常出口までの距離を書いてあるんですが、はい、残り 100m。 今度は鹿野トンネル 860m。私下道走ると言ってますけれども、なんでそんなことをわざわざするのか。全線高速で帰ってこいっていうふうにね、会社はそういうふうに指示出してあるんですよ、会社側としてはね。だけど勝手になんで下道走ってって言ったら、あのいつでも、いつでも彼でもあれですよ、あの高速、全線高速で帰れるっていう状況ばっかりではないからですよ。何年前だから 3,4 年前やったと思うけど、オバマこうやってあの良かったんですよ。帰り道がね、トンネルの中であの大型トラックかなんかが燃えて火事やって、あれ上下線とも通行止めになってましたわ、両方向ともね。そうなったらじゃあ帰んの諦めんのかいうか、それかその火事で燃えておる大型トラックあのどけてくれるまで4時間も5時間もその4時間待てばどいてくれるとかいうんやったら、あの、はい、神崎トンネル 440m、時間が分かっとりゃいいんですけど、その分からないじゃないですか、現場は。その復旧が明日の朝までかかるとか30分で終わるとか、そんなんが見込みがあるんやったらどうか。そらお腹も空いてる、トイレも我慢してるとかいう時に、あの何時間で開通するか分からんようなとこ待てたらもう気が狂うんじゃないかと思うんですけど、そんなにジャブジャブね、あの高速代使わせてくれる会社やからあれやけど、そうでもなかったら普通は下道で来るんですよね。そんなに時間変わらんって、まあ1時間ぐらいは変わるかな。全線高速と全線ベタやったら1時間以上変わるかもしらんけれども、まあ言うてもあの丸1日働く中での1時間2時間、まあ、片道1時間半変わったら往復で3時間変わるからだいぶ変わってくるけど、まあ、かかる時間は。チチシートンネル何メーターか見直せたまた読み方が看板を見ないと読み方が分からへんからね。3時07分、トンネル内にはキロポストちょっと売ってないですね。売ってる
るんかもしらんけど薄暗くてちょっと見えないですね。あ、行ってるな。108ぐらい書いてたかな今。106やな。あと 400m で出るので出てから106なのか108なのか答え合わせをしましょう。13時08分、チチシトンネル106.6km ポスト。108ではなく106でしたね。はい、これは野尻トンネルでいいかな。野尻トンネル 310m。7.2km ポスト。この辺は都会やもんな。この下走ってるのが県道1号とかそんなんやったかな。この辺は原発マネーで結構箱物がいっぱいされてたような気がしますけど、カットパーキング5km、味方5個やったっけ、あれが32km です。味方5個っていうのがパーキングなのかサービスエリアなのかちょっとまた確認できませんでした。ごめんなさい、今日はそこまで行きません。小浜までです。まもなく小浜西。小浜西はね、多分あの国道ではなく県道1号やったと思うけど県道におりますね。で、国道27号に出るのにしばらくちょっとかかりますね。飯森山トンネル1170かな。読み方を見るのに必死で距離をちゃんと見れてません。1570と書いてるから、やっぱりそこぐらいはあるんちゃうかな。さっき1170と言いましたかね。1770かもしれないね、これ全長。1100じゃなくて、こっから1170なんでね。200m ごとにあの非常口の看板がありますね。 770m 先が出口。13時11分、これあれやな、県道走らないね。国道27号にすぐ出ます。これ大井高浜がそしたら県道1号とかでだいぶ走らないかんかった。この先、合流があります。注意してください。小浜西の、入り口で
です。13時12分 111.7 キロポスト。綾部パーキングを過ぎたあたりから35分経過してますね。まあ、大体平均70キロぐらいで来てるかと思います。ぐらいで動画終わります。今の時点で40分ぐらい撮ってるから、まあ、50分ぐらいの動画になりますね。綾部から小浜までやっても50分かかるのか。結構なボリュームですね。結構なボリュームですねっていうか、あの編集するのが大変なんですよ本当。何にもせずにアップロードだけしよっかしらみたいな。まあ、別にもういらん小細工せんでもいいんですけどね。まあ、素材そのままの味であの何も塩も何もかけずに食べれるよっていうわけにいかないので、まあ、ちょっと味付けぐらいはしてごまとかをすって添えてみたりとか。
はい、矢田部トンネルが 1050m。 目的地まで 5km。 出口でした。ありがとうございました。